ストリーム中です。もう、もしかしたら流れているかな。どのタイミングで流れた？ストリーミング中ですだから。流れましたね。流れました。はい。皆さん、こんばんは。私の、はい。還暦の記念にですね、60人との対談ライブ企画をしている、本日は17人目にですね、笠子さん、笠子塾の塾長の笠子さんをゲストにお招きして、ちょっと夜、ちょっと遅い時間ではありますけれども、始めていきたいと思います。笠子さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしまはす。い。で、事前にですね、質問等をお送りしてるんですけど、まず、私とだけつながっている方、笠子さん、初めての方はね、いらっしゃるかもしれないので、自己紹介からしていただけますと、良いかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。今、主に3つの仕事をしておりまして、個人事業主とか会社員副業の方のためのネット発信とかネット集客のことを教えている笠子塾というのを一つやっております。それからライターとカメラマンの仕事をしています。それから3つ目が、Amazon Kindle 電子書籍の、自らも出版したり、出版するお手伝いをしたり、セミナーをしたりするという、主にこの3つの仕事をしております。ありがとうございます。皆さんにね、聞いてるんですけれども、小さい時のお子さん時代にどんなお子さんだったか、また、もしかして今につながるような、なんかエピソードが小さい時あったとかっていう方もいらしたので、もしあればそういったことも含めて、どんな笠子少年だったのか、ちょっとお聞きしたいと思います。はい。なんかね、小学校3、4年、5年ぐらいかな、なんか親からもらったカメラをもらって、なんか鉄道の写真、電車の写真を撮ってましたね、もう結その頃からですね。構。やっぱそれが今のカメラとか写真好きになってるのかな、旅好きになってるのかなっていうところですね。ああ、そうなんですね。はい。い。ありがとうございます。では、今、好きを仕事にする大人塾、ね、笠子塾長として、ご覧になってる皆さんにお伝えしたいメッセージというのを何かありましたら、お願いしたいと思います。はい、本当に僕は割と小さな頃は好きなことから逃げてたんですよね。そうなんですか。本当は野球が好きだったんですけど、野球なんかやってもうまくないからバスケ部に行くとか。で、カメラやってたから写真部に行こうと思ったけど、いやなんか別にな、みたいな、写真で食えるわけじゃないしな、みたいな。ので、なんか好きから逃げたことを子供時代にしていて、そうだったんですか。そうなんです。だからなんか、なんか結局大人になって、やっぱり子供の頃好きだったことをやれば、で、別に仕事にならなくても趣味でも楽しくてもいいんですけど、もしかしたら仕事になるかもしれないので、なんか今、その好きを仕事にする大人塾というのをやってるんですけど、なんかその、目先でね、稼げる、今、プログラミングやれば稼げるとか、なんかそういうのじゃなくて、子供の頃に好きだったこととかを思い返してネット発信していただけると、人生も楽しくなるし、働きがい、生きがいも出てくるのかなっていうふうに思いますね。なるほど。そうですね。続けていくという意味でも、そういうものじゃないときっと続けていけないような気もしますし、はい。とよく強みとかいう話を聞いても、自分で強みって意外とわからなくて、ああ、はい。でも誰かが結構大変にやってるようなことが、自分はあれそんなに気にならずにできてたなみたいなことがあって、そういうことだったりするのかななんて、最近すごくやっぱり、ちょうどね、人生一回りして、還暦になって、ちょうど笠子さんとね、一回り違うので、うさぎ年のうそうさなんぎです廻戦なんですけれども、はい。そんなことを思っていたので、今の話にちょうど重なるかなと思って、改めて、私、笠子さんの、講座を受けたのが、多分2017年の時で、ちょうど父が、ね、倒れた時で、いけるかななんて思ったんですけど、なんとか工夫して、受けさせていただいて、あの後ですね、続けて、3人の親を続けて送ってしまったんですけどもね。でもその時に、やっぱりその塾でもお話ししたように、好きな仕事を続けていくには、
できないことにフォーカスするのは、まあ、なっちゃいがちなんですけど、なんとか工夫したらできないかなと思っていて、で、実はコロナの前に、こうオンラインで講座をっていうのは少し始めていたんですね。はいはい、もちろん少しでしたけど、はい、でも家をちょっと出ることが難しくなったので、はい、オンラインでも講座ができないかなと思っていた時にそういった方法が見つかって、その後にコロナになったので、そういう意味では移行はしやすかったんですね、はい、でだから何でもやれる方法を見つけてみるっていうのも一つなのかなってちょっと振り返ってみると思います。はい、ありがとうございます。ではですね、まあかつての塾生さんも何名いるか私もちょっと分かんないんですけど、なんか100期まで、もうちょっとっていうところでリアル開催が止まったんでしたっけかね。そうですね、はい、でまあ、その中でたくさんの塾生さんがいると思うんですけど、はい、まあ、大きい変化というか、そうですね、成長みたいなのを感じたエピソードとかがある方、まあ、シェアできる範囲で構わないんですけど、印象的なエピソードがあったらお聞かせいただければと思います、はい、いやなんかもう今結構活躍されてて、もう名前はね、はい、あまり言うのははばかられるんですけど、まあ、今活躍してる姿を見ると誰もかつてはそんな風に、まあね、見えないんですけど、塾に通ってる頃はどっちかというと引っ込み思案で、はい、私なんてみたいな、でもっと目立ってる人がいっぱいいて、うん、私なんか全然ここで落ちこぼれかもとか、なんか他の塾生と話せないみたいな人とかがコツコツやって今すごい活躍してる方とかが何人かいらっしゃって、うんうん、いやだからなんか分からないものなんだなっていう、なんか講座とか行くと目立つ人っているじゃないですか、なんか、はい、いますね、いかにもできそうな人とか、確かに、はい、でもそういう人がそのままずっと継続してできてるとは限らなくて、なんかいるのかないないのかなみたいな存在感のない人が実はすごい講座真剣にやって、実はすごい地道に、で実際に結果が出るわけじゃないんですけど、いやなんかそういうのはすごく嬉しいですよね。継続ってやっぱり一番の力かなと思っていて、うんうん、そんなに別に目立ってたつもりもないんですけど、本当に変わらずずっとフラットにあるから変わらずいますって感じですね。お、素晴らしい、はい、なのでちょっと頻度は下がったんですけど、はい、講義を受けた後ほとんど毎日ブログは発信してましたし、はい、今でこそちょっとインスタとかいろんなことをするためにちょっと、ね、はい、頻度は下がりましたが、はい、やっぱりこう毎日習慣化してやるってすごく良いことだったなと思ってましたし、うん、そういうことでやっぱり見つけてもらって、も申し込みいただいたり、なんか本のね、ちょっとアンケート方式ですけど、こういうのをアンケートに答えてくださったらその中のいくつかが掲載されますよみたいなことだったり、うんうん、という声掛けもいただいたりしたので、やっぱりやってなければやっぱり見つけてもらえないしと思って、うんうんうん、そういうことは大事なのかなって今もすごく思ってます。はい、ありがとうございます。ではですね、笠子さん、まあ、結構私今日バーチャル背景ですけど、はい、前よくライブしてる時にクローゼットの中が気になるとかっていろいろ言ったりとかしてドキッとさせたかもしれないですけど、はい、でも本以外は結構片付けされてた印象と、あと名刺の整理は本当に、まあ、情報を収集したらもう名刺自体は現物はなくてもっていうことをおっしゃってたのをすごく覚えてましたし、はい、だからすごくこうご自身の片付けのこうなんてスタイルっていうのが決まってらっしゃるのかなと思うんですけど、笠子さんから見て片付けとか整理収納っていうのはどんな位置づけとかどんな風なことと捉えてますか？いや、まあ、自分ができてるとはやっぱり限らないんですけど、やっぱり部屋が散らかってる時ってやっぱりダメなんですよね、うん、で、まあ、これちょっと違う自分の話ではないんですけども、はい、サラ金に勤めていた時に、うん、借金をするしているお家に契約に行くんですけど、はい、もう借金してるお家ってもう大概足の踏み場がないぐらい汚い。そうなんですね。で、だからやっぱお金にきっちりするとか仕事にきっちりするとか、やっぱりそのね、片付けるとかきれいにするとか整理にするとかって、うん、やっぱすごい大事なんだな、うんうん、
私自身はなんかもう整理っていうよりも捨てちゃえっていう、なんか潔くね手放せるスタイルってことですよね。確かにのが多くて、うん、まあ、先ほどもね、あの名刺の話が出ましたけど、はい、あのこれ言われるとなんかすごい誤解されちゃうかもしれないですけど、もらった名刺、僕もらった瞬もらってみたら全部捨ててるんですよ。はい、その人ともう縁がないとかじゃなくて、いやいや、うん、名刺を見て、あ、こんな人なんだって分かって Facebook でつながればね、もうそれでそことやり取りできるし、はい、なんかだから別に名刺は初めのなんていうかご挨拶カードで会話のきっかけみたいなの で、うん、なんか整理して取っとく必要はないかなみたいな、はい、うん、今なんかエイトさんというそのオンライン名刺の、ね、場があったりして、実際の名刺、あのコロナ中皆さん会えなかったりして、はい、名刺交換の場もすごく減ったんですけど、はい、オンラインで交換っていう新しいスタイルもありましたから、はい、現物の名刺そんなにいるのかなみたいな感じに正直なった時期もあったんですね。でもそう考えると本当に出会いのきっかけみたいな感じですし、ちょっと私書類整理の講座ではスキャンを使ったりしてるので、はい、当然名刺もスキャンすることができるので、もしスキャンしちゃったら本当現物はいらないぐらい。そしてアップデートされていきますよね、名刺って結構。あの今もオンラインでしか開催しないんですけど、整理収納アドバイザーも1年に1回集まってお祭りみたいなのがあったんですね、はい、そうすると、まあ、昨年会った方でもやっぱり名刺交換する時間帯がありまして、であと土地の小さいこうお土産のお菓子を交換も兼ねてるんですけどね、そんな時にいただいた名刺やっぱり古いのを削除して新しいのいただいたら入れ替えてとかってやってたんですけど、そうやって変わっていくものだったりするので、あの必ずしも物としてね、いつまでも持ってなくてもいいのかなって私も思ってます。はい、ありがとうございます。それからですね、片付け、まあ、人生変わるとかって言ってちょっとねうさんくさいと思う人もいると思うかもしれないんですけど、でも私たち以上にお客様がやっぱりその片付けたことで変な話家族関係が変わったとか、っていうのは実際に私たちもそこまでの期待をしてやってるとかじゃなく、無我夢中に目の前のお客さんと一緒に作業をしてみたら結果としてそうだったとかっていうことの場面がたくさんあって、これはやっぱり否定できないなみたいな思いがあるんですね。で、片付けでお客様が変わったというのは、お客様自身は自分自身を取り戻したような感じになって、新しく人生をこう歩み出せる、リボーンじゃないですけど、されてるのかなって思うことがあるんですね。なので、笠子さん的には、そういうことに関してはどんなふうに思ってるのかなと思って聞いてみたかったです。はい、いやもう僕はとにかく本が多かったんですよね。はい、で、まあ、本が好きだし、何度も読む本もあるので、本はでもやっぱり、まあ、読んでこれはもうしょうがないみたいなのあっても、やっぱりこれだけはみたいなのがいっぱい溜まってきちゃって、はい、引っ越すたびにすごいいっぱい溜まってきちゃったんですけど、はい、超お気に入りの連載小説130巻をもういいやっつって、まあ、また読みたければ買えばいいじゃんと思って売ったら、はい、すごいすっきりしたんですよね。うん、でなんかやっぱりあの、ね、人間関係とかでもよく言いますけど、なんか誰かがこう、ね、その関係がいると入ってこないみたいな。ああ確かに、はい、ね、でね、なんか入る余地ないですもんね。なんか嫌な人を一人切った途端急に新しい人が出てくるみたいな。なるほど、はい。多分ね、本とか部屋のスペースとかも、なんかいらないものを捨てるといい新しいものが入ってくるみたいなものがあるので、うん、なんかそういう、なんていうか、ね、その物の入れ替えっていうのは。そうね、価値観がね、変われば、自然とそういうふうに手放すタイミングってくるのかなと思いますし、でさっき書類整理の話しましたが、書類は割とスキャンすればいいんですけど、本ってやっぱり自炊してまで、スキャンするかっていうとなかなかそれも難しかったり、本のままで取っときたい、本が資料なんですっていう方もかつていらっしゃったので、はい、本ってすごいスペースも取りますし、はい、うん、でもその代わりもし本当に徹底的に取っておきたいとなれば、もう3秒で取り出せる施設図書館みたいな感じに完全に管理するぐらいじゃないと、
本がなんか活かせないのかなっていうところで、そこを目指そうっていうちょっとねプランもあったりしたんですけど、なんかお家をリフォームするかもしれないっていうことになったら、急に本自体ももしかしたらごっそり手放すかもしれませんみたいな、はい、また変わっていかれたので、やっぱりそういうタイミングってあるのかなと思いますね、はい、本という意味では電子書籍が出てきたんですよそうですね、その後にだからなんかね、今までこれ捨てるのもったいないからスキャンしなきゃ、うん、でもスキャンするのめちゃめちゃ手間がかかるじゃないですか。そうですよね。だけど、うん、あ、電子がもっと前からあったら、あの130巻紙の本って買わずに電子で買っとけば全部スマホの中でいつでも好きに読めたのにみたいな。そうですね、はい、なんかわざわざあの自炊して1000冊ぐらいかな、はい、そういうスキャンサービスみたいなところに自己自身じゃなくお願いをしてデータ化してっていう方もかつていらっしゃいましたけど、もちろんそれは本当にやっぱりでも紙のままがいいっていう方もいて、人それぞれだとは思うんですけど、はい、まあ、さっき言ったようにスペースも取るものなので、ご自身でそのスペースだったり取ってる本が何を持ってるかっていうのが管理できれば全然それは問題ないかなと思うが、ただどん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 あの増えていってしまう場合には、ものによってはそういった電子書籍に行って管理して、で検索するとヒットするとかも便利だったりしますよね、はいはい、うん、と思いました。ありがとうございます。その Kindle についてですね、皆さんちょっとまだ、はい、私もあんまりよく分かってないところがあるんですけど、はい、ぜひちょっと簡単なあのミニレクチャーじゃないですけど、せっかくなので、はい、ちょっとお話聞かせていただけたらと思います。この本当にまあ片付けに通用するんですけど、電子書籍の Kindle、まあ、要は紙の本じゃなくてデータで読めますよっていう本なんですけど、はい、スマホで読めるんですね、うん、はいはい、まあ、なのでなんかこう専用の Kindle 端末とかを買わなくていいので、うん、本当に気軽にスマホで本が読めて何冊も持ち歩けるので、はい、まあ、買っといて隙間時間に読めるっていうのが一つと、うん、もう一つはその Kindle 読み放題っていうサービスがあって、月額980円払うと、まあ、一定数読めるんですけども、はい、昔はしょぼかったんですよ。なんか読み放題の本ってなんか誰が出したか分かんない本。なるほど。ところが今はなんかかつて芥川賞を受賞した小説とか、はい、なんかね、すごい流行ったベストセラー小説とか、最近だともう1年前に出た新刊とかも読み放題になってるので、980円ってことは1冊本買うよりも、そうですね、めっちゃお得じゃないの、ね、今その値段で買える本ほっつくないし、紙が上がったので本題もすごい上がったんですよね。ですよね。なるほど。で、そしてもう一つすごいのが自分で簡単に出せるという、あ、はい、自分の本を Amazon 出せるね、はいはい、でとはいえ、いやいや難しいでしょうみたいな、朝子さんだからできるんでしょうみたいに思われがちなんですけど、めちゃめちゃ簡単なんですよ。で、ワードと表紙の画像があればもうそのまますぐ出せて、で、まあ、あのそれこそ、まあ、Kindle にそのアップロードすれば、まあ、下手すると5時間ぐらいでも Amazon に自分の本が並んでるんですよ。すごいですね。5時間で、え、もう出たのみたいな。なので、まあ、本当にね、ブログコツコツ書いてる方とか、なんかインスタでいい投稿してる方とか、ね、うん、そういうなんか投稿を集めて一覧で見れて、ね、お片付けブック本とかね、うん、なんかそういうのが出せて、まあ、しかも収入にもなるので、うんうんうん、なんかそれでいろんな方にね、Kindle を勧めていて、まあ、それこそ片付けにもなるし、役にも立つし、お金にもなるし、ね、はい、そうですね。なるほど。なんか少し前ではちょっとあまり想像ができなかった世界ですけど、まあ、そういったことで自身がなんか本を出したいっていう方もいても、なかなかね、いろんな怪しい電話とかはあるけど、そうじゃなく自分でちゃんと、ね、まとめたものが形になる一つの方法として Kindle があるんだなと思って今ね、お話聞きましたけど、なるほど。まあ、実際のお片付けの関係者でも Kindle で出してるお友達もいますし、 あ、はい、あとそれこそ笠子塾の塾生さんでもね、
出された方何人かいましたもんね。そうですね、結構いますね。はい、多いですね。最近あれはどうなんですか、冊子のリーフレットじゃない、何でしたっけあれって。あ、セルフマガジン。セルフマガジンが出てこなかった今。そうですね、あれはどうなんですかね、最近。まあ、このコロナがあったので、はい、やっぱりリアルで会う機会がなくなっちゃったので、なかなか配れなくって、あとは郵送してもいいんだけど、やっぱりリアルで手渡して見てもらうみたいなものがいいので、ここ2、3年ぐらい作ってないんですよね。うん、でとはいえ、リアルが復活してきたときに、やっぱり何か紙で見せるものってすごい必要だなと思って、で、この前大当てで名刺を作って。はい、私も名刺の在庫がそろそろなくなりそうです。でね、しかもこうコロナごとやっぱりコロナ中にやることがいろいろ変わっちゃったので。そうですね。うん、いろんな、こう、なんか状況が変わるごとにいろんなことが、スタイルが、その講座のスタイルが変わるもありましたし、あとやっぱり二次元バーコードあー、はい、を上手に使って、すぐにこうなんかアンケートももらえるようにするとか、はい、いろいろこう便利なものも上手に取り入れながらがどんどん変わっていったので、もちろん名刺もだし、でセルフマガジンってある意味プレスリリースじゃないですか、はいはいね、で私ちょっと未完のままあの時、まあ、添削してもらって終わってしまったんですけど、はい、コロナにも入ってしまったんで、でも今後なんかそういうのがちゃんとまとめられたらなと思ってる時に、友人がですね、片付けの友人がたまたまプレスリリース講座みたいなのがちょっとお部屋の勉強会で受けた後に、はい、お嬢さんがねちょっとこうスポーツをやってらして体育館を使用させてほしいということで、そのプレゼンをこうやっぱりまとめてプレスリリースを作って担当者の方に渡したらですね、熱意が伝わって使用許可が降りたそうなんですよ。だからやっぱりちゃんと伝えるって大事なんだなっていうことを聞いてすごいなと思ったんですね。だから今ふと思い出したことはセルフマガジン、セルフマガジンって言葉さえ出てこなくなっちゃったけど確かあった確かあったと思ったので、あ、いいお話聞けました、ありがとうございます。はい、ではですね、菅原に何か質問がありますかということで聞いてたんですけど、あ、今はどんな講座とかお仕事のスタイルでされてるんですかね。はい、はい、まあ基本的には片子さんと出会った時とそんなに変わってないんですけども、まあ、整理収納の、まあ、基本的な講座、例えばキッチンがどうとか書類整理がとかテーマごとの片付けの講座を、オンライン、まあリアルが始まればリアルもやりたいんですけど、今はオンラインベースですね。でさらに片付けのサポートっていうと、とかく現場に行かなければって思う方も多いんですけど、コロナ禍の中でやっぱりそれも難しかったので、はい、オンラインで実際にその場で片付けてもらえたりします、うんうん、ということは私たちが手を出せないので、お客様自身がやるので逆に達成感が高かったりするんで、私たちができない分自分でやるしかないので、なるほど、はい、あとは事前にこうオンラインで相談を受けて、あとアドバイスシートを作ってお渡ししたりとか、そういったことで今 LINE 登録をしていただくと30分の無料相談をして後に一応丁寧に作ったアドバイスシートを返しています、無料で、はい、すごい、はい、熟成の方でも受けてくださった方もいたので、はい、なのでそういったことと、あと認定講座ですね、あの時ももうすでに認定講師でしたけど、ルームスタイリストという模様替え、片付けのことにちょっとこう、はい、やっぱり部屋のレイアウトを変えたいとか、はい、あとお引越しの時にもすごく役立つスキルが詰まっている認定講座の講師をしております。それからですね、もう一つセルフマガジンじゃないんですけど、はい、だマイちゃんとノートって、なんかマイちゃんとってその自分のちゃんとって意味なんですけど、はい、こうセルフコーチング的なノートで、こう質問に従っていろいろ思いをまとめていくと、その理想のどういう暮らしをしたか、本来したかったのかとか、働き方はどうしたかったかなっていうのを言語化するまとめるノートをチームで別に作ってまして、こちらのライフイメージコンサルタントっていうものに、あれから変化したとすればそれ新しい資格として活動してました、はい、一応4人のチームでやってるので、
4人の中での上下は特にはないんですけど、一応代表者は別にいて4人でやっています、うん、はい、なるほど、はい、こんな感じで活動してました。あとはあのインスタがめちゃめちゃすごいじゃないですか、なんかこう、あ、でもちょっとあのちょっと投稿止まってますけど、はい、でも頑張ってあそこまでは頑張りましたね。最初何百人だったところから、でもすごいスローペースなんですけどね、うん、印に特化したものが多いですけども、はい、すごいね、作り込まれて分かりやすくやってらっしゃいますね、はい、でもキャンバー様々ですね、やっぱキャンバーが便利ですね。あ、じゃあキャンバーをうまく使いこなして、そうですね、あとイラストレーターも使いますけども、うん、でもキャンバーで作るとやっぱり投稿のこう形が作りやすくてっていうのがあるので、すごく、あとさっきのチームのことも話しましたけど、いろいろ共有もしやすくて、チームに置いてるときとか、うん、そもそもこのノートのチームの4人と出会ったのは、2年以上も前なんですけど、リアルで会ったのは去年の10月で、お一人はもともと会った方なんですけどね、はい、でもずっとオンラインで会議もおすすめ、打ち合わせもし、はい、制作もしみたいな感じでやってきたので、うん、そういうことが可能な時代になったのかなって一つの可能性はありました。もちろんリアルである方が全然嬉しいんですけど、うんうんうん、はい、進めて形にすることができたので、はい、その時まあちょっとあの覚えててくださればですけど、イラストをちょっと前やったりしてたと思うんですけど、はい、そういうのの担当は私が一応させてもらってます。だからセルフマガジンはちょっと作り込めなかったんですけど、この同じサイズでのこのノートは完成させることができました。はい、こちらは、はい、皆さんにも。それとこの作る前のモニターさんは結構笠子塾の方たちが、うん、あのつながってる方が協力してくれました。はい、対象さんもちょっとこう若いお母さんみたいなペルソナ的なのもあったんですけど、はい、そうは言っても、はい、100人のアンケートが欲しかったので、はい、100人に協力してもらいました。おー、すごい。60人どころか、はい、それで100ってやるとやっぱりあの皆さんのアンケートの答えがまとまってくるんですよね、100人の人にも、はい、だすごく100っていう数字にすごい感動して、本当は100人ライブをしたいところだったんですけど、ね、60人年間100は結構大変だったので、はい、60人頑張ろうと思ってその企画を始めてました。本当に皆さんに感謝してます。これあのブラッシュアップできたのもその皆さんのお声が、忌憚なきお声、なんか、はい、ね、イラスト可愛いっていう人もいれば可愛くないっていう意見もありましたし、はい、あと中にはデザイナーの仕事をしている塾生さんもいたので、はい、デザイナー的に言えばなんだけどっていうのを抑えた上でのフィードバックをくださったり、本当に皆さんにね感謝してます。はい、そういったことの活動も今ちょっと多くなってきてますね。はい、こんな形で、あとはあの変わらずムジラーですあのマニアックなムジラーで、無印良品週間は、3月17日から27日まで久しぶりに開催されますね。あの、うん、今までコロナ禍の中ではやっぱりあの要望あってもやるとすごい長蛇の列ができるじゃないですか。そうすることによってやっぱりまたバッシングをされたりとかして、はい、企業として悩ましいところだったらしいんですね。なので、はい、これからはちょっとずつ開催されていくんじゃないかなと思う。そして大型店舗がねあちこちにできてますので、うーん、なんでしょう、なんか遊びのスペースみたいな、広い広島はなんかすごい大きいところができたみたいで、なんか毎回こう東北最大級とか、あの関東最大級とかいっぱい出てきちゃって、どこが一番大きいのか分からないけど、はい、そんな感じでいろんなところであのイベントパークみたいな感じに なるぐらい広いところが出てきてきてますので、地産地消的にその土地の野菜を使ってとか限定のものを置いてたりとか、あのいろんな、あとコオロギせんべいって知ってますか？はいはいはい無印でコオロギせんべいが出たりとか、あの鹿肉のなんかとか、はい、ジビエとかね、いろんなことも SDGs とかいろんな絡みからねトライしてる企業なので、そういったマニアックなところも見てますなるほどね、はい、ありがとうございます。それではですね、笠子さん、何か告知事項がありましたら、なんか画面共有でもいいので、皆様にどうぞ、ぜひぜひ。
告知してください。ぜひ片付けに興味のある方は本を全部捨てて電子書籍にしましょう。はい、これまああのまあもちろんね紙どうしても僕はあの絵本とか参考書とかは絶対紙の方がいいと思ってるので、まあ何でもかんでもね電子書籍っていうわけではないと思うんですけど、まあ漫画とかねビジネス書とか、まあ、小説とかも電子書籍でいいのかなっていうのと、あとやっぱり防災という観点からも、はい、やっぱ本は狂気になるんですよね。そうですね、確かに確かに、はい、なのでなんかその、まあ、防災減災という意味でも電子書籍にしていただいて、うん、ぜひ皆さんも簡単に僕の画伯集とかも出せますし、マガオソフトクリーム写真集、はい、自撮り写真集とかも出せるぐらい、はい、でつい先日はうちの子供が写真を12枚、はい、私の写真を撮ってパワポで作らせて Kindle の書籍を作らせたんです。そうですね、はい、そのぐらい本当に簡単なので、ぜひね、うん、皆さん Kindle をあの電子書籍 Kindle をやっていただけると、はい、まあ、楽しいし片付けにもなるし、そうですね、減災にもなるしっていう、はい、確かに本当に本がね落ちてきたり本棚が倒れたりとかでも本当に危険なことにつながるので、そういった意味でもねあのスペースを確保したりボリュームダウンしたりそのものは手放さないけど形を変えるとかね、ですね、ということではいいと思いますね。何か、はい、あの定期的に講座とかは開催してるんですか、笠子さんは。講座がですね、あの全てあの動画視聴で今やってまして、うん、はい、なので Kindle の講座も、どうやって出版するのか、どうやって売るのか、どうやって活用するのかっていうのを5000円で販売してまして。そうなんですね、なんかすごくお手軽な資格、あの金額ですね。あの、もしくはすぐ自分で聞けて、で、うん、視聴期限とかもないので。そうなんですね、じゃあ笠子さんをフォローしていただいて詳細を見に行けばもうすぐ申し込めるって感じでしょうかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、あっという間に30分が経ってしまいましたけど、はい、あの久しぶりにあのお話できてよかったです。ありがとうございます。あのお嬢さんも小学校何年生になりますか。小4ですね。そんなになりました。なるほどですね。まだお父さん嫌いとか言われてないんですね。大丈夫だ。まあ全然ね大丈夫ですね。ね、はい、じゃあ今後はお嬢さんの作品っていうかのがどんどん増えてくるかもしれないですね、もしかしたら。ね、なんかそうなったら逆に面白いですよね。小4が作った写真集とかね、小4が作った絵本とか作ると、絵本とかね、はい、皆さんのハードルも下がるし、子どもさんの目線でっていうのもすごくあの新鮮で良いのかなと思いました。本当に今日はいろいろとお話聞けてよかったです。本当お付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。それでは失礼いたします。皆さんありがとうございました、はい、では後であの笠子さんのところにもシェアしますけども、リンクをね後貼らせていただきますので、ありがとうございました。失礼いたします。はい。